忍者か。タイガーウフォに頑張ってもらおう。タイガーウフォ結構攻撃力あるよな。盾だ。なんだろう。鱗か。鱗は能力値が下がらないみたいな感じだよね。違う、毒を起きなくなるか。毒系統の攻撃を回避できるんですよね。ちょっと持ち物がいっぱいになってきたから、杖が欲しい、杖が欲しいけど。重装を一旦捨ててもいいような気がするな。正直、大兜があれば、それで頑張っていけると思うしな。うほほー。あれ？うほー、なんで動かないの？くそ、裏切られた気分だ。やめて。罠うんよ。今度こそ頑張れよ。外してる。タイガーウホホはともかく、タイガーウホホやタイガーウホホ音は相当強いモンスターなので、この辺の序盤の敵にやられることはまあないと思いますが。威嚇鳥のとこ。草は満腹度5だけ回復してくれるんですよね。おにぎりとかとは違うけど、困った時はみんな草食いますね。忍者。ああ、ちょっと杖の実験台にしといてもよかったな。牛の絵なんだろう。ゾワゾワがクソいいもんとなりな。ゾワゾワがあればね、頑張ってモンスターをレベルアップさせることができるから。それで経験値稼ぎっていう使い方ができたはずなんですが。どうしても慎重になるな。上手い人はもっとパパパッと決めながら行くんでしょうけど、どれぐらいの危険が迫ってるかみたいなのが感覚でわからないと、どうしてもね。あとはこの鰹節もな、無限にかじれるわけじゃないから。ちょっと怖いところはあるね。満腹度も限度は来るってわけだ。なんだこの地形、クソ地形すぎる。うわー、無駄に。満腹度を減らされた。ひでえな、こんな地形あんだな。ほとんど見たことねえぞ、これ。ということは、ここにあんのか。くぅ。矢が少なくなってきた。行き止まりばっかりだな。目が回ってきた。ここはもう大きな鬼に使っちゃうか。どうせ使いどころはあるしな。延命するかどうかっていう問題もあるし、早めに使っとけばデロデロの罠で腐る可能性も減るしな。軍曹。まあ今回はこっち行き止まりだから平気でしょう。よほほん頑張って。うれい。やめて、もう！蜘蛛の姿か、これ。マップの形状にも特徴があるんですよね。でも一番広い部屋にアイテムとか、いろいろ集約してるから、そんなに困らない感じかな。もう、最悪。壺だ。いや、拾おうと思ったらこれかよ。なんだ？三角の壺 5？ これは、もしかするとだよ。あ、来た。これ、中を見たときに L ボタンを押して、ピコピコって音が鳴るやつは保存の壺なんですよね。いや、でも怖いから一応確認ね。OK。これで中身を取り出したりすることができるのが保存の壺。よかった。じゃあ、踊り理想とか入れとこうかな。三角の壺が保存だね。まあ一応名前付けとくか。だいたい上手い人は、一文字で判別のつく名前をつけるらしいけど。丸い壺？びっくりの壺か、うっぷんばらしか、片身でしょう。片身かな？このさ、このダンジョンに出るんだったかな？まあ、とりあえず慣れていいはず。お？幸せ、え？びっくりの壺でも、アイテム入ってる感じか。ちょっと待って、これ恵まれすぎじゃない？幸せの盾か。
なぜか経験値がもらえる。ちょっと幸せだが、幸せすぎて死にそうになることがあるので注意。あ、でもこれはちょっと嬉しいな。つけておこうか。これでダメージが経験値に一部変換されるので、多少やりやすくならず。識別使うかな。カエルの絵ってなんだろう。読んでみる？うわーもったいね。くそ、これに識別使うべきだったか。点メグ欲しいな。ちょっと待ってね。ここはウォーに頑張ってもらおう。お、いいぞ。びっくりの壺か。非常にいいもん拾ったな。まあ、大兜は今持ってるのもあるし、特にいいかな。これなんだ？四角い壺。あれ？さっきのは四角い壺じゃなかったよな。あれ？さっきやられたのここだったっけかな。なーぎよ。割れた。あ、なんか入ってる。棍棒か？あー、形見だったね。上手い人は形見とかほとんど使わないから。自分がいざ遭遇すると、なんかちょっと複雑な気持ちになるな。悪くないぞ。今いい感じだぞ。いい感じなんだけど、どう使うかな。点メグはこんな感じで、装備している武器の攻撃力を上げるんですが。あ、でもそうか、これ。点メグと地メグの効果がこれってことは、選択式は点メグじゃないのか。確かこの作品では、呪いも解けるっていうのはなかったんだったっけ？なかったような気がするんだけど、どっかでは使っておきたいよな。装備外しないかな。あれば長巻き捨てるんだけど。ちょっと持ち物がいっぱいだな。持ち帰り、やる前提じゃないから、とりあえず、捨てていい気はするな。ちょっと待ってな。ぐだぐだしてるけど、鱗取り出したかったんだけど、もう、鱗いる？いると思います。一旦大部屋置いて、で、壺の中におにぎりは入れておいた方がいい。で、大部屋自体は拾う。で、持ち帰りはいらない。もう花からやられるかどうかの勝負なんだ。目薬草を飲んで、ちょっと装備外しがないか探してみよう。装備外しの罠を使えば、呪われていようが強制的に持ち物、うわー、なんちゅうもんがあるんだ。強制的に装備が外れるから、それはありがたい。地雷、地雷、なんで地雷ばっかりなんだ。装備外しないかな。なんかこういう、端っこの部屋の一箇所になんか、ポツンと置いてあるイメージなんだけど。ない。おとと。おとと軍曹はピンチになると逃げるんですよね。水の中入ると回復するからっていうのが、理由なんですけど。逆にピンチになったなっていうのが分かりやすいっていう意味でもあるんですが。あー、ケロケロか。持ち帰り拾っちゃった。持ち帰りはいらんって言っただろう。装備外しないか。だったら目薬ここで使うのは微妙だったかな。邪魔なんですが。邪魔なんですが。水滴ポットもはそこまで痛くないのが、救いなのだが。まあダメージ食らえば多少は経験値になるから。それもいいのだが。いや、目薬飲んでるんだって。何をやっているんだ。火炎草か。火炎草は、合成の方がいいかな。そして装備外しなかった。くそー、長巻き卒業してんのにな。来たか。なんかいい剣が来るたびに悲しくなるからな。ちょっとあれなんだよな。ツルハシ。ツルハシか。ツルハシも使い道はあるんですよね。お店があれば壁を掘って泥棒っていう形で、本来はお金が必要なところを無視してアイテムを入手するということもできるので、そういった使い道のために価値はあるんですが、何にしても呪われている長巻きのせいでそれはできない。悲しいな。さっき鬱陶しいぐらい引いた。あー、あー、くそ。上手に使ってきやがるな、道を。
暗いな。囲まれるリスクも考えるとその場で相手した方が良かったか。データ読んでば。ちょっと待って、これ音と兵は水中から攻撃できるから早く対処しないと。完全に挟まれてるね。タイガーウホホ。オレイ。出てきた。あれ？あー、何やってくれとんじゃー。ウホホさん、あんまり変なことをしないでくれ。あの、やった。それでいいんだよ。くぅ、怖い。でも復活の草があるからな、一回は平気なんだよな。だからちょっと怖い。回復しないと。復活の草をそんな、どうでもいいところで使うわけにはいかないからね。で、鉄砲王がいたな。鉄砲王でいいんだったかな、名前は。大砲の弾も地味に欲しいな。薬草。でば。命の草って今回食べたんだったかな。もうちょっとで回復の剣作れるからな。それも行きたいけど。くそー。壺が邪魔だ。まあこれも一種の縛りプレイということで。ちょっと氷の巻を読んどこう。ちょっと鉄砲王がいるのが見えてしまったのか。ちょっとめんどくさいので。大砲はいいかな。ここで識別使う？微妙な気もするな。松の杖は自力で識別した方がいいでしょ。大砲の弾そこまで欲しくないような気もするしな。ちょっと待って、こんなところにいんのお前。早くない？これ、やばいな。どうしよう。つか、下がりすぎたな、これ。こうだ。で、こうだ。いてぇ。あぶねえ、ちょっと待って。あ、死ぬ。どうしよう。広い部屋が欲しい。あ、あ、矢を撃って。あれ？うわー、あと一本しかね。大ピンチすぎないか。撃っては進むみたいな感じでいこうか。え？なんか踏んだぞ。あ、あ。大丈夫？トラバサメか。とりあえず部屋に入ったな。ちょっと待って、間に合ってなかった。あっぶね。よし。頑張る、ほほーん。おりゃい。そう、これができるから、部屋の中にさえいれば、多少は安全だね。ただ、通路だと、攻撃を外してしまったらもうそれだけでやばいっていう感じだから。大部屋か。でもちょっとここで使うにはもったいないんだよな。だが、全部残しておきて。大兜の方が幸せより防御が高いから、できれば幸せの盾の効果を大兜に合成したいんだよな。松の杖を使うか、転ばぬいるかな。転ばぬを捨てるという手もありだが。識別を一旦使ってしまおう。松の杖識別。トンネルか、3回、少ないね。でもまあ固定ダメージ10入るから。そういった意味でも使い道あるかな。で、氷の巻物を使うと水辺が全部凍るんですよね。水中で活動する系のモンスターはこれで動きが止まると。お腹減ってきた。やばいんだよな、お腹が減ってるっていうこと自体が。さあ、お願いします。8回。音と大将でいいんだったっけな、こいつ。強いんだよな。ウホホンは迂闊に出すと見えてない罠に投げ込んだりするから、そういった意味でもあんまり相手してくない。音と大将でした。かっけーねー。どっちが呪われてるとかどっちの方が強いとかわかんないから。まあ、とりあえずこの刀はスルーでいいかな。
モンスターになり得るみたいな使い道もあるけど、持ち物いっぱいなんだから、無理する必要はない。くぅ。そうか、幸せの盾だったな。すっかり忘れてた。でも幸せすぎて死にそうなんだけど。これも高い防御力と合わせてこそっていう感じではあるんだよな。怖い、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 怖い。やめきち。ちょっと回復したかったんだけど、するところでもねえな。音切りそうか。音切りそうか。その優しさがなんか、逆に困るな。くそー。まあいいや、飲もう。ちょっとお腹も減ってるしな。HP が減ってるときには、100回復なんだけど、HP が満タンまで回復している状態で飲むと、上限値が伸びるから、そっちで使いたかったんだけど、そんな余裕もなかったね。お、お前は、力の草くれるんだよな。でも下がったからちょっと微妙なんだよ。まあいいや、お腹も減ってるしな。ミスターブーンか。そういう奴らがいるときはな。あれがあるといいんだけど、幸せの杖とかでモンスターのレベル上げられると、いろいろできるんだろうけど。まあいいや、素直に戦おう、ある程度は。これで、刀をスルーしながら、こっち行こうか。いやー助けてタイガーウホホ。でん。ありがとう。おー、命の草来た。くそー。でも合成まだ遠いんだよな。大部屋使っちゃう ?8 回はまだご、あれだ、黄金の間じゃなかったはず。何回だったかな ?10 回か11回ぐらいに判定が来るんだよな、1回。行かずちゃ大事だよな。くそ、全部使い道があるだけにな。うろうこうと交換でいいか。マゼルンは10回ぐらいだったかな。確かマゼルンが出てくるあたりの階層が狙い目だったはずなんだけど。くぅ、もう倒れそうなの。大きなおにぎり食べよう。草いっぱいあるな。おまーお前かよ。ギターン、せっかくの保存の壺だからな、ギターン法作りたいんだけど。いた仕方なしか。握り変化。でも正直握り変化に、ウホホたちが握られたらもうシャレにならねえ。できればわざと握らせて、アイテムにしたいという手もあるんだけど。軽い壺ってなんだろう?なんか入れてみっか。変化じゃないかな。間違えて拾っちゃったけど。変化じゃない?識別?この辺りで他にありそうなのって識別ぐらいかな。合成という可能性もなくはないんだけど。でも変化しなかったってことは、とりあえず中身取り出すことは自体はできるはずだから。間違えた。合成の可能性を見て、一旦、大株とつら幸せで入れてみるか。おお、合成だった!これは幸先いいぜ。軽い壺は合成か。名前つけときゃよかったな。よし、これで、大兜の盾の防御力で、ダメージを受けると経験値がもらえる状態の盾が出来上がりました。これでさっきよりはちょっと楽になるはず。おお、復活!いいもんばっかり来るね。復活の草は、一旦体力がゼロになっても復活できる。満腹度がゼロになったら体力が減り始めるんですけど、それで、やられた時も、満腹度満タンで復活してくれるはずだから、かなり強い。くそー、ここで毒消しくんのか。さっきあればな。まあ、過ぎた話だが。敵がなかなかいないのが逆に怖いな。通路が長いから遭遇しづらいだけか。鬼ヶ島はちょっと難しめのダンジョンだから、こう、通路に入ると周りが見えづらくなるんですよね。
そのせいでモンスターがどこにいるのかを遠くから認識しづらい。混ぜるんか。相手してえな、相手したいんだけど、ちょっとこの位置は悪いな。でももうこの位置から出るんだな。それが分かったっていうのは大きな収穫のはず。高飛び大事、欲しい。どうしよっかな、どうしよっかな、これ本当に。まだ残しとくか。やめきち。痛いんだけど。幸せになる前に死ぬぜ、これ。もういいの、お前。ちょっと矢使っちゃうか。ケロケロ坊主は、装備品、両方だったかな。装備品の修正値を下げてくるっていう効果があって、非常に、それはそれは厄介な相手なんですよね。せっかく育てた武器や、盾が弱くなっちゃうみたいなね。痛い。まずいよ、これ。やめって。あー、マジか。くそー。足りたか、体力。で、復活槽で、そう、満腹度は満タンから戻るんですよね。ワラドールもいんのか。どうしよっかな。これ、大部屋使い時かもしれない。あっぶねー。モンスターの罠、ここで踏んでたら最悪だったな。あの水場にあるやつ全部、なくなっちゃうからね。一旦使うか。ここは黄金の間が出てくるフロアではないか。まあ確実に出るわけではないんだけど。そもそも可能性としてもない場所だったはずかな、この辺は。ちょっと待ってね。ここ呪われるとやばいんだよな。ありがとう。ウホーには感謝してもしきれないぜ。星型4。これはまだ見てないやつだね。そろそろ変化来そうだな。お、三角、ちょっと待って。三角は、保存だったよね。おー、いいぞ。これは一旦ちょっと何かと交換しようか。雑草と変えて、で、そうか、雑草があるならちょうどいいな。星型が変化であれば雑草が変化するはず。あれ？変化しない。あれ、合成って、星型じゃないよな。ってことは識別かな。で、マゼルンが来たな。マゼルンはアイテムを2つ投げて、その2つで合成をしてくれるという特性があるので、一旦刀投げようか。当たる。ちょっと薬草投げる。で、頼むよ。頼むよ。大学法。オッケー。頼りになるぜ。ちょっと待ってくれー。はっ。はっ。うほほ。ありがとう。ほんと頼りになるぜ。でもちょっとこの距離では相手できないから。頑張れ、うほほ。てか、15が強さの限界か。薬草。刀プラス1。あれ？あ、違うか。別のタイミングで落ちたのか。びっくりした。薬草が合成できてねえのかと思った。そういうわけではないね。あれ？あ、これメモと名前ちげえんだ。なんだよ、びっくりした。だから、これ名前を本にしておかないと、あれだね。判別がつかないね。これにお金を入れておこう。これお金をまとめておけば、ギタン法といって、そのお金の10分の1をダメージにして、相手に与えることができるから、最終的なボスは大体それで倒すのが恒例というか、お決まりみたいなものがあるので、狙っていきたいんですよね。星型は合成じゃないよな。ちょっと自信ないんだけど、多分合成じゃないと思うから、識別じゃないかな。虎の絵入れてみよう。あー、識別だった。オッケー。名前つけとこ、ちゃんと。式、これで分からず。あとなんか入れてもいいんだけど、まだいっかな。モンスターの罠は踏まないようにしないとな、大部屋では。
お、またお金。結構高いね。だから高いお金ほど入れておくっていうのが基地なのよね。行って。これはもう帰るってことかな。進みましょう。くー、怖いぐらい順調だな、今。お前いるのか。使い道はないな。ピエロ坊主相手できない。ウッホもそろそろレベル上げとくか。いや、そうか、美削りで使っていくっていうのも手なんだな。236はちょっと安いけど、一旦入れといて、混ぜるんでお金を合成できたと思うので、できなかったかな。それを使って金額の高いギターに変えてしまうっていうのも手だはず。あなたは誰？お前かい。でも、ウッホーがまた辛い目に遭うのもまずいかな。以上出しとくか。いいね。なんか強い弓矢みたいな感じで使ってんな。またお前か。このなんちゃらドンシリーズの、いかにも侍っぽいやつは、試練が装備できる特定の盾を持ってるんですよね。あの、オレンジ色のやつはバトルカウンターっていうダメージを跳ね返す、一部跳ね返す系で、物理ダメージであんな風に返してくるわけなんですが、やめて回転板。ちょっと罠警戒しつつ、イカズチか地味に欲しいんだけど、一旦保存に入れとくか。まだマゼルもこの辺から出てたはずなんだけどな。ちょっと待って、どうしよう。こいつは持ち物を大きなオリゲに変化させてくる可能性がある。で、どれを変化させてくるかわからないから。間違えた、くそー。うわー、もう最悪。二重で最悪。すまねえ、タイガウホン。タイガウホンはここでさよならになるのか。これは残しておきたいんだけど、完全に事故だからな。どうしよう、どうしよう。本来ならばここで離脱しなくてはいけないぐらいだと思うんだけど、てかやり直さなくてはいけないぐらいだと思うんだけど、すまない、事故だから続行させてくれ。これ確か、投げて上書きできなかったかな。壺に戻さないと壺ごと消えてしまう。でもこれタイガーウホーが消える可能性もあるんだよな。タイガーウホホは、あ、でもタイガーウホホがいなくなる可能性もあるのか。それは困るから一旦これで投げてみる？ダメか。あ、そういう仕様なのね。それだったらいいや。壺がないんだよ。クソ、タイガーウホホが逃げられなくなってしまった。ちょっと壺上書きしようかなと思ったんだけど、そうか、多分、もののけ王国に登録してるやつはもう無理なんだな。マジかよ。一番強いやつがここで離脱すんの？かといってここ離脱するわけにもいかないというか、やり直すわけにもいかないんだよな。めちゃくちゃ強いというか、今すごくいい状況だからね。お、ミスターヘリコー、幸せそう、ありがとう。幸せそうを混ぜるんで合成しても、幸せの盾と同じ効果があったはずなんだけど、壺がないので戻れなかった。悪いな。くー、そういうこと。でもここはタイガーウホホーンの強さが発揮されるところだな。一気当選の働きを見せてくれ。強すぎる。逆に困るわ。